7月31日、松山市井戸町のデイサービスセンター和公園で、松山東雲短期大学の学生による介護予防に向けたオリジナル体操の実践が行われました。この体操は同校の生活科学科介護福祉専攻2年生の授業、生活支援技術の一環として作られたものです。授業の中で介護予防を、理解をするという授業がありまして、でその中で、ただ頭の中で考えるのではなくて、実践を通して、多くのことを、学んでもらいたいということで、今回エクササイズを自分たちで作って実践をするというのを行いました。たくさんの利用者さんで、それぞれまた状況が変わってますので、いかに安全にで楽しくできるかというところを、私たちも気にはしてたんですが、今まで何回も実習にも行っているので、利用者さんの関わり方、コミュニケーション取り方っていうのはかなり上手だったので、思った以上に安心して見ることができました。とても緊張しましたが、利用者さんと楽しく、介護予防ということでレクリエーションができたと思います。はい、要介護の方の人数が思ったより多すぎて、こっちが考えてたダンスをできなかったんですけど、利用者さん皆さん楽しんでくれたので良かったと思います。学生たちが試行錯誤しながら作り上げたこの体操、効果を測るためこの施設で今後も続けて行われる予定だそうです。